新年快乐。南京東路一段の中国信託銀行中国信託銀行に来ました。僕が使ってるメインバンク、メインここめっちゃいいっすよ。通帳を記帳してます。通帳の記帳が終わった。今回はなんか旧正月の関係もあってか、多分なんかいつも1月10日の給料支払いなんですけど、1月10日じゃない、10日払い、今回はなんか28日とかに払われてて、なんかちょっと早く2月分の給料いただきました。ありがたいです。よし頑張るぞ、新年も頑張るぞ。今日はね、からしびっていうラーメンを食べに行きます。レッツゴーゴーゴー。空いてるお店がだいぶ少ないんで、そこもやってるかちょっと怪しいんですけど、とりあえずそこ行きたいと思います。たまにめっちゃ食べたくなるっていう、ね、あ、ここ清原、僕の最近のなんか休憩場所、清原です。あとはまあ定番の定番の場所はここ鎌、ここもねすごくいいですよ。鎌な感じです。鬼金棒からしび、何並んでんだろう。あー、新年の、お、おんちゃん、新年のあれか、新年の年菜か。わ、すごい、すっげえ。ああ、そういうことね、新年のご飯、なるほど、そういうところで売ってるんだ。すっげえいっぱいある。おお、なるほどね。大変そう、働いてる人大変そうだな。中山駅です。中山駅、地下鉄中山駅です。ここを左に曲がるとセブンデイズがあって